い、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、で、今日増田さんのパターを使わせていただきながらラウンドをしていたんですが、はい、どうでした？まずやっぱ音いい、仲いい、うん、はい、っていうのは本当に感じました。で、ノムさんはあのスタジオ1、2、2か、今日2です。2のスワンネックを使ってます。はい、1も持ってましたよね。もちろん1、2、LG、3全部持ってます。はい、で一番のエースが今日のスワン。いや、あれは最近手に入れたので、ほうほう、はい、3、1ずっと使ってて、でその後3ずっと使ってます。はい、はい、で今回5、はい、おあれすごい、歌ってもらったんですけど一番今までで好きかも。おお、やっぱ打感がね、音もいいし。そうですね、まあ、ステンレスだから今までね、はい、全部軟鉄でやってきて、鉄だったから、これステンレスだからまたちょっと違って、はい、ね、なんか構えた時にすごくあのピンタイプっぽくない。お、そうですね、いい意味でそのちょっとこうストレート感がめちゃくちゃ出るんだけど、はい、完成モーメントが高いイメージで触れるんで、はい、そういう意味ではすごく打ちやすかった。でも本当そういう狙いですよ、はい、このロングスラントと、ね、はい、あとこの幅広ちょっと ね、はい、にしたっていうのは、うん、バランスはだからフェースバランスっぽくなるんですか？ぽくまではいかないですけど、はい、ちゃんと垂らしてるんで、重心距離なんでちゃんとタッチの出せるようにはしてます。はい、それはまた珍しいですよね。ここまでロングスラントになっていくとちょっとフェースバランスっぽくなって、もうちょっと上向くのかなと思った、はい、意外とあんま変わんないね。そうなんです、はい、そこまでは優しくしてないです。お、そうするとやっぱ感性が出なくなっちゃうから。そうですね、うちのナンバリングパターンはなるべくそういう感じでいってます。なるほど、はい、今のところですけど、はい、ちょっとこれをじゃあ今からみんなで打ちながら、はい、やいのやいのいってみたいと思います。はいはいはい、お願いします。うわぁ、いい、綺麗な、ほら出てくれると距離感出ますよ、うんうん、完璧だよ。もうちょっとスライスするのかと思って左出したんですけど、うん、そのまま行きました。音がね、いいのと、あと手応えがすごい。やっぱりちょっと3とか2とかとはちょっと違う。そうですね、打感がやっぱ全然違うんで、ね、うん、ほんとプロ好みというか、クロート好みの打感にしてるんですよね。このまっすぐな部分がめちゃくちゃ多いからなんか合わせやすい。いい音だ。うん、いい音。あ、入った。あ、惜しい。惜しい。芸術だったね。いいね。いい。めちゃくちゃいい。本当に。綺麗だな、しかし。うん、吉田さんなんかそうやって使いたいんじゃないかなみたいな。いや、あの正直今日構えてて、あ、これすごい座りいいと思う。はい、あ、結構こうするんで。あ、こうなんですね。そうですね、はい、なのでアームロックの名残で。あ、そうか、はい、そうか、こうロックしたいんですよ。そうするとあとはショルダーストロークできちゃったら、そのまま肩を下げて上げて。なるほど、うん、あ、もうじゃあ本当アームロックの時のイメージで全部打ちたいって感じ。そうです、うんうんうん、ずっとアームロック使ってたもんね。使ってました。そしたら昨日ちょっとパタープロコーチのところに行ってきたら、うんうん、僕は実は33インチをずっとこう手を垂らして使えて33インチを使ったんですけど、うんうん、目線で言うと36インチとか37インチの方が目線は合うんですよ、うん、自分が33インチとかで構えちゃうとどうしても、左にカップが見えてしまってサイトラインは右に合わせがちっていう、はい、癖があって。そうなんだ、はい、僕マサさんのね全部使ってるじゃないですか、いろいろ、はい、そうするとマサさんとこの僕好きなのここトップブレードのはい、ちょっと厚いじゃないですか。でビシッとラインが出てるじゃん、はい、四角くて、
これが好きなの。僕ここで合わせるから、ここじゃないんですよ。こっち方向じゃないの。僕こっち方向で面を合わせたいんで、はい、ここがはっきりしてるから好きなの。スタジオ3なんかもうちょっと分厚いじゃないですか。そうですね。うちのクラブってあの全部に入れてるんですけど。そう。まあアイアンからウェッジから全部ブレード厚いんで。ここでね合わせたいんですよ。打ち抜くみたいな。そう。この方が合いやすいの。面的には。ちょっとめっちゃ打っちゃったけど。細いのは細いのでいいんですけど、ね。いいんだけどやっぱりね、はい、でその四角いじゃん。角がビシッと出てるじゃん。はい、これが好きなの。ここが。そうすると弱々しいイメージもなくなるんで、そうそうそう、しっかりバチッと打ち抜く感じも出てきます。たまんない。いい。で、はい。ちょっとタイムレスネックです。はい。やっぱりちょっとブースになりすぎちゃうと当たるタイミング遅くなるから。そうですね。はい。タイムレスネック。タイムレスネックって何？ちょっとおかしい。はい。どういうこと？これフェース面じゃなくて後ろ側に合わせるんです。面を。あ、こっち側じゃないんです。ここが立ち上がりがここに合ってるってこと？ネックの立ち上がりがこっちだとグースが強くなるわけですよ。あ、そうね、はい、そうね、そうね、はい。でも後ろに来ることによってフェースがちょっと前に来るじゃないですか。うん、なのでちょっと当たるタイミングが早いんですよ。この分ですけど。これをタイムレスネックって。はい。タイムレスですね。それは俺が言ったことにしておいてください。これスコッティキャメロンから始まってるんですけど、タイムレス。これやっぱタイムレスネックにしたっていうのはそういうことです。一度こんなに綺麗にパクる人なかなかいないわ。いや前で切ってもらおうかな。あ、そういうことですね。はい、どうぞ。そうか、タイムレスなんとかとか言うよね、キャメロンのやつね。はい、あ、それはそういうこと言ってるの。そうですね。勉強になるね。だからグースネックだけど、うん、グースネックがいいんだけど、ただちょっと引っかかるイメージが。なるほどね、なるほどね。そうですね。あ、タイムレスやわ、はい。まあ、多少オフセットないとやっぱり構えづらくなっちゃうね、うん、こう前に出ちゃうとね、はい、なるほどね。これでもしここがビタッといってたらもっと入っちゃうってこと ね、 そうですね、フェース面に、はい。だからタイムレスなんや。うお、来た。ほら、タイムレス入るもん。タイムレスが分かってなかったから。あ、なるほど。タイムレス分かった。当たるタイミング遅かったんですね。タイムレス分かった途端にこれや、ほら。本当だ。ほらほら、もう惜しい。タイムレスボーイや。よく分からんけど。いや、いいわ。打感がいい、うん、打感が本当に素晴らしいですよね、はい、素晴らしい。音もだから本当にこういういいパターンってこういう向くもので使ってほしいです、ね、うん、そうですね、はい、本当その通りですね、はい、僕ミーリングもこれぐらいがいいんですよ。それちょっと浅いじゃん、はい、あんまりミーリング深いとホワンホワンしすぎて嫌なの、はい、いい感じの音もなかなか出なくなってくるんで。そうそうそう、出なくなるし、音もなくてもいいぐらい。僕はどっちかっていうと、うん、ミーリング、はい、うん、そうすると今度ちょっと滑ったちょっとね、はい、だからこれぐらいは本当薄いミーリングがちょうどいい、ね、はい、一時期なんかすごい濃いの流行って、流行りましたね。めちゃくちゃミーリングあったじゃん、はい、あれとかもなんか全然ダメ。逆に言うと作り手からすると、うん、ああいう深いのって簡単なんですよ、うん、ああなるほどね。簡単、はい、粗く削れるんですごく簡単だし、ね、安いんですよ、はい、しかもなんかこう深いとなんかやってる感出る。そうですよね。なんかあ、深いね、すごいことやってるねっていう感じが出るんだけど、ね、あんまり良くない。そうですね。いい、はい、これ形がいいですよ。綺麗ですよ、仕上がりが、うん、本当にいいですよね。めちゃくちゃ綺麗。これは、月どのぐらい作れるんですか、はい、どのぐらいですかね。まあでもどうすかね、60、80ぐらいはできるんじゃないですか。でもすぐ欠品するからね。もうファーストロットは埋まっちゃいました、うん、あ、そう、はい、そうですよね、そうなると思う。そこに俺の入ってんのかな。はい、はい、俺のタイムレスは入ってんのかな。入ってないです。入ってないか。今の感じは入ってないよ、ね、だからこっそり忍び込んで、うん、あのこの辺に、うん、あのマッキーで飲むって。そう、はい、勝手に帰っちゃうけどね。いや、ほんといい。
そうですか。まあ売れるねこれもね。いや頑張ります。これ例えば、はい、オーダーとかもできるようになるんですか。メイクさんが、はい、例えばこういう仕様に変えてほしいとか。まあ、基本的に今回サイトラインも最初からデフォルトで入れてるんで、はい、うん、まあこれは入っちゃってるんですけど、まあ、銅メッキにしたいとか、はい、あとドットにしたい人とかいるよね。プラスドットはできる。まあプラスドットはできます。抜くのはできないけど、はい、ね、プラスドットはできる、はい、できますね。あと名前の刻印はもちろんです。名前の刻印とかそういったのはもちろんできます、うん、いい、はい、いいです。オリジナルでいろいろやれます。はい、来月か6月の中旬です。はい、はい、ぜひ皆さんこれはもう本当一回は手にして打っていただきたい。じゃあ打ったらね欲しくなっちゃうから。本当そう。なので皆さんぜひ、マスダゴルフさんのスタジオ5パター、はい、そして、FBL シリーズ8ドライバー、よく覚えてんな、はい、こちらを皆さんぜひ打って体感していただきたいと思います。はい、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。全然違う。状態の部分のバランスが良くなると。